はいどうも、福井走るの大好きトッピーです。皆さん、福井県にも冷凍スイーツの24時間無人販売所が増えてきているのご存知ですか？今回やってきたのは冷凍スイーツ無人販売所24さん。夜に行くと雰囲気がめっちゃ素敵なんです。お店は24時間営業しており、無人ですので気兼ねなくゆっくり商品を選んで買えるのが魅力的。店内にはメディアや SNS で話題のスイーツなど気になる商品がたくさん。店内の飾り付けも映えまくりでカラフルな空間となっており、思わず写真を撮って SNS に投稿したくなるほどです。商品のラインナップも非常に多く、定期的に入れ替えもあるらしいので、いろいろなスイーツを味わえるのはもちろん、ネットのお取り寄せだとセットや箱単位でしか買えないスイーツもここでは1個単位から買えちゃうので嬉しいところ。商品を選んだらお会計はセルフレジで行い、現金もしくはバーコード決済で支払いを行います。商品のスイーツを買ったらネオンの素敵な空間で撮影するのをお忘れなく。はい、それでは冷凍スイーツ食べていきましょう。まずはこちら、フルーツをバームクーヘンでサンドしたバームクーヘンサンド。そして次はこちら、おむすびケーキのティラミス。そしてこちら、焼きチョコバナナケーキの缶。すごい目立つ果物だものっていう、まあ氷結果実が入ったドリンクですね。それでは食べていきましょう。最初にね、このバームサンド食べていきましょう。これね、バームクーヘンの、まあ、専門店が作った世界初のバームクーヘンのフルーツサンドってことで、まあ普通のフルーツサンドはねよく見かけますけど、バームクーヘンでサンドしたフルーツサンドって珍しいですよね。どんな味なんやろ。中はね こういう風にフィルム貼られてるんですけれども、どうですか、クリームたっぷり、フルーツも大きいのが詰まってそうな感じしますね。で、意外とね重たいんすよ。重たい。これはうまいぞ。いただきます。バームクーヘンが甘くて美味しいんやけれども、クリームも甘すぎず、わ、しっとり食感のフルーツサンド。あ、けどバームクーヘンの甘みがね結構フルーツも美味しい。ちょっとね、今解凍を3、4時間解凍したんですけど、ちょっと若干フルーツはシャリシャリしてますけど、そのシャリシャリ感も相まって美味しいな。でもバームクーヘンと生クリームって合うよね。美味しいけどね、これ甘いもん好きの人たまらんと思う。美味しい。結構ボリュームあるのでパンチ強めです。かなりお腹張ると思います。満足感は半端ないですね。続いてこちら、おむすびケーキのティラミス味です。これおむすびケーキっていうのはなんかね、結構テレビとかでも話題になってるらしいんだけど、まあ福井ではもちろん見たことないんですけど、でコンビニのおにぎりみたいにここピーってやってパカってやって本当におむすびみたいな感じで食べれるスイーツらしいです。ここの部分をピーってやって本当おにぎりみたいな感じですよね。で左右開くと、おー、おにぎりじゃん。おにぎりじゃん。めっちゃおにぎりじゃん。海苔の部分は、これなんだろう。海苔ではないと思うんですけど、この部分なんだろう。触った感じ、なんかクレープの皮みたいな感じかな。はい、切ったらなんかこんな感じ。本当におにぎりの具材みたいな感じで、中にティラミスの、層が織りなってるという感じですね。いただきます。あ、めっちゃティラミスやん。なんかクレープに挟んだティラミスで、ふわっとした食感のこのスポンジケーキとクリームが相まって、これも美味しい。ね、あんま甘すぎず主張してこない感じの味やけど、しっかりティラミスの感じも、うん、味もしますね。本当に手軽に食べれるおにぎり。おにぎりじゃないや。スイーツみたいな感じ。見た目がおにぎりなのに、味めっちゃ甘いからちょっと脳内バグるよね。うん、美味しいけど。続いてこちら、焼きチョコバナナのケーキの缶詰。結構ね、丸い形の缶詰なんですけど、こういう風に上に蓋ついてて、パカって開けて、スプーンで食べるタイプのスイーツということなんですね。ほんとね、本当は福井県内で、自販機でこの缶詰、スイーツの缶詰売ってるとこないんだよね。県外では意外とこれを長いボトルの缶詰で、自販機で売ってたりするんですけど、だから今回僕ね、ほんとこれ、このスイーツの缶詰めっちゃ食べたかったんですよ。それでは開けていきますよ。こういう感じで。おー、缶詰。こういう感じで開きました。まあ、パッと見はね、もうクリームぎっしりで、スポンジケーキと焼きバナナかな？入っている感じですね。いただきましょう！うわ、中たっぷり入ってるやん。おー、これクリーム好きにはたまらんのじゃない？もうね、
本当バナナケーキ食べてるみたいな感じ。缶に入ってるけど、バナナのケーキをもう食べてるのと全く変わらないです。美味しい。あ、ナッツ入ってる。あ、ナッツの食感もアクセントになってて美味しい。あ、けどチョコクリームね、全然くどくないね。中は層になってて、こういう風にスポンジケーキとクリームと重なってるんで、もう一緒に食べたら口の中はもうケーキ食べたのと全く同じですよ。普通にケーキ持って帰ったら崩れるの心配するけど、これね、崩れる心配ないんで、ほんとこれすごいと思う。ほんとこの自販機福井県にもできてほしい。そして最後こちら、くまちゃんのボトルで、なんかめっちゃ大人気らしいんですけど、果物だものっていう氷結果実が入ったくまさんのドリンク、パインレモネード味です。なんかもう見た目可愛いからめっちゃ人気らしいんですけど、いろんな味あるんですよね。上の頭の部分の蓋を開けてシャリシャリした感じですね。あ、結構かき氷みたいになってるわ。だからこれを崩しながら食べるのもよし、もうストローでドリンクみたいに吸うのもよしという感じなんですけど、ちょっとまだ全然吸えそうにないな。かき氷やなこれ。あー、夏うまいやろうね。けど撮影は今1月に撮影してるんで、めっちゃ寒いっす。こういう風にストロー刺してこのまま飲んでもいいわけですよ。爽やか、めっちゃ爽やかやな、くまさん。これはみんな夏場に食べようね。今回はスイーツの無人販売ショップで今話題のスイーツを買ってきて実際食べてみました。福井県では見たことないやつばっかり並んでたんですけど、ちょっと値段は高い、正直ちょっと値段高いんですけど、福井県では手に入らない冷凍スイーツとか美味しいスイーツがあったので、ぜひ一度お店へは皆さん行ってみた方がいいと思います。いろんな種類本当あるのでめっちゃ悩みます。友達同士で行くとめちゃくちゃテンション爆上がりになると思います。でもちろん24時間営業してるんで、ちょっと夜中にちょっとなんか美味しいスイーツ食べたいなとか、仕事帰りに買って食べたいなって思った時にも気軽に寄って買えるのがおすすめです。ぜひ皆さんも行ってみてくださいね。それでは今日の動画ここまで。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。